どうも高いです。書籍購入者9割は速攻性を求めている。だから熟練の技術は時間の無駄に感じても、今すぐクリックで熟練の技術を見直そう。私が熟練の技術を追い求めてしまう派であることもあると思いますが、速攻性のあるノウハウは速攻でパクられやすいです。その最たる例がコピーライティング。こうやって YouTube を見てくれてるってことは、動画でどんな人が成功してどんな人がいまいちなのかって分かりやすいってことですよね。成功している人の文章をパクれば成功しやすいっていうことはすごい簡単にイメージしやすい。だけど文章だけじゃなくって、こうやってカメラのレンズの前で話をするっていう技術にしても、どういう風な話をしたら反応を取れるのかって言ってもおそらく分かんない。それはこういう本ですら 2,3 行でしか載ってないようなレアなノウハウなんですよね。レアだし熟練、その熟練のノウハウって極めて書籍化されづらいし、ノウハウ化されづらい。私が知っている本の中でも、ヒトラーの演説っていう本ですら、どういうふうにジェスチャーして、どんな時間に話をしたら、その人たちを誘導できるかっていう内容であって、それはどういうふうに活かせるかっていうことまではまだ載ってなかったりする。この本ですらプレゼンの前準備に関しての内容が多数であって、どんな風に話をしたらいいのかってことまではなかなか書かれていない。そんなレアな熟練のノウハウ、ネット上で検索してもなかなか見つからないですよ。見つからないけど、見つけて読んだ時の感動もすごいし、見つけて読んでそこから実践してコツ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 やっていく、そうすると周りが速攻性の高いノウハウしかやってないに対して、私たち熟練の技術を身につけてコツコツやってる側っていうのは、微差であるけどその積もったものによって、あなた自身私自身っていうのは高まっていって、いつの間にかすごい大差になっていく。これって真似できないよね。真似されない技術ほど私はコツコツやっていくべきだと思うんで、速攻性の高いノウハウ、熟練のノウハウ、どちらもやった上で熟練の方はコツコツ裏では積み重ねていく、これは理想だと思っています。あなた自身はどう思いますか？私は熟練のノウハウを学んでほしいなと思っているので、こういう動画撮ってみました。一度考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。